こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日はですね、年だからっていうのはもうやめないみたいな話をしようかなと思ってます。多くの人はですね、カウンセリングをしても、いろいろな場所であっても、もう年だからさみたいな言い訳を使うんですよ。で、それでよって自分を守るっていうのがあって、その自分ができないっていう理由を、自分が勇気がないとか自分が挑戦しなかったことではなく、年だからということで、丸く収めるっていうんですね。それは今まで多分やってきた、私20代の時だから年だからっていうのを聞いてます。本当に24、25の時に私イタリアにもう一度留学してるんですけど、その時にも、同じ派遣会社で働いていた女の子に、25歳でもうすでにそんな年で留学するってすごくないみたいな、私はもう田舎に帰って結婚しようと思ってるみたいなこと言って、そっちの方がやばくないと思ったんですけど、皆さん、あまりにも自分の魅力っていうかさ、可能性を見てないなって思いますよね。で、多くの人が、いや、もう年だから彼氏が見つからないとか、それも言い訳です。そうだ、そんな60でも70でも見つかる人は見つかるし、その自分の魅力とか自分がその最前線に立ちたくないから、そして傷つくのが怖いから、できなくてもダメだったら嫌だから、そうやって常に、保険をかけたがるっていうか、カウンセリングしててもそうなんですよ。そのやっぱりあれですか、これをすれば旦那はまたもう一度愛してくれるようになりますかとか、もう一度セックセスを、もうセックセスを解消できますかっていう話があるんですけど、分かりません、そんなの。でもやってみないと分かんない。年だからとか、私はこうだからっていう理由で やらなかったら可能性はゼロです。ゼロで、人にどう思われようと、っていうか人なんてあなたのこと興味ないわけですよ。実際フォロワー数見てください、全然増えません。私だってそれを思えば、人はあなたに興味持つことなんかないから、人がどう思うかとか、親はどう思うかとか、親がどう思うかっていうのは確かにイナチャイルドだってあるんですけど、でも親は責任取ってくれないんですよ、自分の幸せので。親がじゃあそんなに幸せそうにしてるんだったら、親の言うことを聞いて、真似してやればいいですけど、大体違いますよね。親がその自分の、羨ましいと思うような生活っていうか、親のような生活をしたいとは皆さん思っていません。人にかかわらず親がどう思うかとか、もう年だからっていうのはすごくあります。で、私がカウンセリングでよく使ってるのは、私はそれやめてるよっていう話で、例えば私が、45歳ぐらいの時に、2、3年前にですね、このブログを始めたわけですよ。で、45歳でセクシャリティの話って、みたいな、それ何、閉経の話みたいな言わせていただくと、これ、その失礼ですけど、自分自身にね、ちょっと閉経みたいな、その、もしかして、更年期みたいな話じゃないですか、もう、その、この年のセクシャリティって、そう思われる方もいるじゃないですか。それがよ、それ以外は、いや、セックス楽しいよね、ビッチクラブ、ビッチクラブみたいなことやってたわけですよ。で、それで、そのね、本当にやり始めて、ブログをやったからといって、カウンセラーの仕事を取ってこれるわけでもなく、誰かが見てくれるわけでもないわけですよ。その全く無名のね、だから書いても書いても書いても、それは可能性としては上がるけど、ゼロの可能性もあるわけです。だからリスキーですよね。しかもセックスの話をこの年でするって、しかも顔出しとかもしてるんで、かなりリスキーかなとは思うんですけど、そこで、自分がでも、いや、もしかしたらダメかもしれないと思って、その可能性にかけないか、もう年だし、私そのどうせ、大学もなんか心理学系出てないし、誰も信用してくれないんじゃないかとか、仕事にならないんじゃないかとか、一応仕事にしたかったんで、でも何よりもその発信っていうのをしたかったんですね。で、誰かに聞いてほしいし、自分の気持ちとかを多くの女性と分かち合いたいっていうのがあって、これを分かち合うことによってですね、苦しみが減るっていうふうにずっと思ってたんですよ。で、苦しみが減るっていうのは、そのやっぱり被害、性的被害にも合わなくなるし、モラハラとかにも合わなくなるし、
みんなが絶対幸せになれる、情報だと自分の、まあ、実体験ですからね、これね。で、それを45の時に始めたわけですよ。セックスっていう話をするのを45歳。それすごいリスキーなのに、しかも、もしかしたら本当にゼロかもしれないですよ。フォロワー数ゼロとか、聞いてくれる人ゼロ、お客さんゼロ。もう全部ゼロの可能性があるのに、誰も保証なんかしてくれないんですよ。しかも失うものも多い。でも始めました。ね、まあ2年ぐらいだね。2、3年経って、結構みんなにすごい会ってるかな。お友達とかにも、支えられ、周りのブロガー仲間にも支えられ、そして仕事にもなりましたね。今、なってます。カウンセリングしてます。だから、年、やめようよって、これは他人に対してもやめようよっていう話で、私実は夫がね、48かな。そのぐらいの時に留学してます。英語留学、しかもイタリア人なのに英語留学で、あんまり英語ができない人なんです。でも、48の時に子供がちっちゃかったんですよね、その時まだね。5、6年前なんで、まあ5歳とか、まあ、小学校行ってるくらいかな。幼稚園と小学生とかそういう感じだったんですけど、夫も、だからその1年間の留学っていうか、3ヶ月行って1ヶ月戻ってくるみたいな、まあ、単身赴任じゃないですけど、ちょっと留学校、それで私たちも行ったりとかもしたんですけど、留学もしてます。で、その年で留学して何になるのって、もちろんね、そこでお給料とか上がんないかもしれないし、英語なんて本当に向き不向きがあるんで、そんなに しても行けるか分かんない。でも48歳で留学してますので、その子もね。なんで、やっぱりみんな、その、もう40代だから英語を勉強しても無駄だとか、もうやめないそれみたいな。もう本当に本当にもったいない。その自分の可能性を狭まる。で、目的を達成することが重要なことではないんです。やっぱりその過程っていうのが重要で、その留学をしたことによってですね、まあ、いろんな人に出会ったりとか、海外にね、うちの家族がよく行くようになったんですけど、やっぱりその夫がそれを行くから子供を連れていろんなところに行ったりとかするのをやっぱりだから慣れてきましたし、子供たちもね、まあ、ある程度ついてきてくれたっていうのもありましたので、その英語を喋るようなのが分かんないですよ。それはあと私のそのセックスエースのこのブログとかセクシャリティの発信が多くの人に、伝わってるかどうかっていうのはやっぱり見えないことですから、まあ、もちろん仕事にはなったんですごくあれですけど、でもその過程によっていろんな人と出会っていったりとか、私の場合はもうブログを学ぶっていうので、本当に20代の人とか30代の人とか、私よりも一回りも二回りの人に頭を下げるっていう言い方はおかしいな、教わってきましたね。で、そういう出会いとかも本当素晴らしい人がいっぱいいました。だから私が何かをこう達成しなくても、その出会いってすごかったんですよ。でも、もちろんカウンセリングの出会いも素晴らしいものが多くて、だから本当にあの時に、いやもう45だし、そんなってすっごい大変なんですよ。ブログ立ち上げるとか、毎日もうとりあえず物を書くとか、なんか難しいんですよ、コンピューターのことって。私にとってははっきり言って、もうやっぱ20年以上仕事の世界から離れてたんで、マーケティングを学ぶとか。でも始めて、本当にあの時の自分の45ですね、の時の勇気というかに、まあ、感謝しますよ。だからあの時に年だからって思わないでよかったなと、という話です。ちょっと自慢げ今日はです。ご視聴ありがとうございます。みんなも年だからやめようね、もうとりあえず年齢だから言葉は使わないようにしましょう、という話です。ではまた、さよなら。